each and every man. The careless whispers of a good friend to the heart and mind. Even though the sky, they know comfort in the truth. Pain is all you'll find. サックスがいいですよね。もうサックスのサックスと共演したいぐらいです。これこのここの部分が特に好きで。I feel so unsure as I take your handAnd lead you to the dance floor. As the music dies, something new I'm calls to mind the silver screen. I owe it a goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty if you have got no reason. Though it's easy to pretend, I know you are not a fool. I should have known better thanCheat friend and waste a chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Oh, 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 oh.
先生も一生懸命パフォーマンスで書いてライブで書いてもらいましたので、山子先生には拍手をお願いします。ありがとうございました。で最後にあの主催者のお姉さんの方の井脇泉さんから最後にご挨拶をお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。本日はありがとうございました。私たち本当にあの眞子先生とは短いご縁だったんですが、たくさんの方々とこんなあの眞子先生のためならって言ってあのおいでくださったばか方たちばかりです。本当にあのこの、 あの何でもなかった車庫があのこうやってあの皆さんと一緒にあのギャラリーとしてあの今後動いていけたらいいなと思ってますので、また皆さんにお声かけもしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。本日は本当にお忙しい中ありがとうございました。気をつけてお帰りください。で門脇さんが一言神社の参拝の件。はい、あの 先日っていうか数ヶ月前ですけど、プレオープンの記念をした時に、ここから車で10分ぐらいだったかな、大きな千年靴のあるところがあるらしいんですけど、まあ1回しかまだ行ってないんですけど、そこで、まあお参り方々あの神社に寄らせてもらって、参拝したんですけど、今からですねそちらの方に希望者だけでもちろんいいんですけど、その千年靴がどうも忘れられないということで、私がですよ、すごいいいとこでした。あのテレビドラマの背景というかバックにもなったらしいですね。それでそこで、まあできればもののけ姫をね、なんかこう演じれたらいいなということで、先ほど参りしてくれたミルコさんもね、その準備がされてると思うんです。でそこでしのあのもちろん忍び演奏でもののけ姫をやって、それに合わせて、舞も入るというような形で考えております。まあもう一曲だけですけどね、その時は千年靴の方にもしよかったら、地元の方は皆さんご存知ですよね、はい、ではそういう